日焼けとしました、ケイです。シュウです。ユッキー。はい、というわけで、今日は、ZOZO で買える2022SS ガラシャツ大集合。はい。ガラシャツ、厚めに集めまくりました。調子乗っちゃったよね。で、その調子乗っちゃったね、僕たちのマスローをね、ぜひご覧ください。ネガティブすぎん。それでは続きいってみましょう。オープンカラーマルチパターンショートスリーブシャツの値段4950円、サイズ展開が ML で M サイズを着用しています。で、今着てるのがネイビー系とグレー系です。テロッとしてるね。うん、そうだね。まあ、なんか張りはあんのよ。張りはちゃんとある中で、触った感じの質感がすごいトロッとしてる感じ。これ M サイズ着用してるんですけど、 M サイズでも割と大きめなんで、多分俺たちの身長でこれ L だと大きすぎる感じがするかなと思います、うんうん、それでは次のアイテムいきましょう。せーの、じゃーん、こちらでーす。はい、続いてもエマクローズです。オーバーサイズドルマンプリント柄オープンカラーショートスリーブシャツ、お値段4950円、サイズ展開が ML で L サイズを着用しています。で、今着用しているのがホワイト系その他、ブラック系その他にブルー系その他です。はい、これさ、もうなんか一個一個素材感が違うよね。違う、全部違う。これは俺のはめちゃくちゃガシッとした、うん、まあ、柄とか素材感含めて俺はこのシャツ好きです。うん、うん、オーソドックスな感じかな、俺。一番なんか普通の柔らかさって感じだよね、うん、でね、俺はね、結構こう布感というかね、一番テロッとしてる。あ、確かに軽いね。俺はこの柄とね、この柔らかさ結構気に入ってるので、ね、うん、柄だけじゃなく素材感でもそれに合った素材とかでやってるってことだから、うん、まあそれめちゃくちゃこだわってるよね。うん、これはね、L サイズですね。あのね、L サイズだけどね、そんなに大きすぎないです、これは。うん、丈に関しては短いぐらいだもん。短め、まあ、そうだね、ショートめだね。うん、だからあのこれはね、L サイズが多分一番あの心地よく着れるんじゃないかなと思います。はい、それでは次のアイテムいきましょう。せーの、じゃーん、こちらです。はい、続いてはモノマートのシャツです。ビッグシルエットオープンからレイヨンルーズアロハシャツアソートかっこ柄無地かっこ通しとろみシャツ2022サマーお値段4400円、サイズ展開が ML で M サイズを着用しています。で、こちらカラーが、ブルー系1、ブラック系1、ホワイト系となっております。うん、これね、もうみんなが想像してる柄解禁シャツの素材感だと。そうだね、そう言いますね。まあ、デザインはまあ配色っていうか、なんだろう、色味のバランスがすごい、うん、いいなっていうのがあって、これはね、無サイズですね。私たちは、うん、少しゆとりを持たせてちょっと肩が落ちてて、でも着た毛は長すぎない。長すぎない、うん、ちょうどいいですね。それでは次のアイテムいきましょう。せーの、スイヤー、こちらです。はい、こちらスピンズのシャツです。ルーズシルエット8ボール総柄半袖トロミシャツの値段4620円、サイズは1サイズ、カラーはブラック、グリーン、レッド。うん、本当に8ボールやん。8ボールです。うん、俺あんませんけど、ビリヤードって8落としたら勝ちやろ。いやいや、また逆やん。8落としたら負けない。8落としたら強制的に負けない。危なっかしい球やでも。まあでもそういう話もできますから、このシャツ着てたら。なるほどね。うん、生地感はね、さっきのアロハシャツよりちょっとポリエステル感強めな感じですね。うん、まあサイズ感フリーという感じなんですけど、若干大きめ。うん、うん、そうね。まあ俺みたいなカジュアルな人にはぴったりのサイズ感なんじゃないかなと思います。それでは次のアイテムいきましょう。せーの、じゃーん、こちらでーす。はい、続いてはキャスパージョンのシャツです。はい、バリアスドルマンシャツの値段4950円、サイズが XSSML で、着用サイズが、ユッキーが S で、はい、僕たち2人が M サイズ着用です。はい、でカラー展開の方がちょっとめちゃくちゃカラーバリ多くて超複雑なんで、ちょっと概要欄の方で見てください。これもさ、またカラーによって素材とか質感違うんすよね。うん、気づいたこと言っていい？何？俺ここでちゃうわ、もうすでに素材が。あ、こことここでは違う。ほんとだ、違う。キャスパーめっちゃええわ。すげえな、やっぱり。もしかしたら綺麗なやつ無地なんじゃねって。ああ、はい、どうぞどうぞ。はい、柄あるのお分かりでしょうか？お分かりいただけたら
さりげない感じで使いたい人とかはこれになるんじゃないかな。ちょこれまだ他の空張りもあるんで、はい、ちょっと今着替えたいと思います、はい、せーの、じゃーん、こちらでーす。はい、まず着替えました。全然印象違うもんね、バカラさんってすごいよね。いや、ほんと面白いね。でもなんか今回の3人ちょっとやからみが強い。確かにでもこれぐらいちょっと悪そうなのがかっこいいっすよね。かっこいいよ、違いないよ。こんだけ空張りがあるっていうのもキャスパージョンのも本気が伺えるね、うん、はい、それでは次はアイテムいきましょう。せーの、じゃーん、こちらでーす。こちらです。しんやくんが休養ということで、ちょっと僕が急遽出演させていただくことになりました。はい、はい、ちょっとね、サブちゃんの方でおなじみの元気くんが、ね、ちょっと助っ人として参戦してくれるので、はい、続いてもね、キャスタージョンのシャツです。グラフィックプリーツシャツ、お値段5940円、サイズ展開が SML で S サイズを着用しています。カラー、はい、展開がホワイト×ブラックと、ベージュです。まあ、これの特徴といったらもう何といってもこの素材感ですよね。この表面から見て分かる通り、パンツがすごいいいんですよ。いや、だから俺さ、プリーツのパンツがレディースからメンズの方に流れてくるみたいなのをね、ちょっと見たことあるんですけど、うん、まさか先にシャツ来るとは思わなかった。でもそのパンツより俺トップスの方が取り入れやすいんじゃないかなっていう。ただの柄シャツじゃなくて、こう素材感でも遊びたいという人にはこうぴったりなんじゃないかなと思います。サイズ感に関しては結構オーバーサイズなんで、割となんか今のトレンドに沿ってるんじゃないかなと思います。だから元気くんが177です。7で、まあ、別に全然ちょうどよくて、そうですね、これも全然オーバーサイズでゆったり着れてて、そんな着丈も長すぎないから S サイズでちょうどいいのかな。 S でいいですね。続いてのアイテムいきましょう。せーの、じゃーん、こちらです。はい、続いてはエルノロゼットのシャツです。フラワー柄オープンカラーシャツの値段4400円、サイズ展開が ML で L サイズを着用しています。でカラー展開がホワイト、ブラック。はい、さっきさ、白ベースのカラーシャツってモノであったじゃん、うん、はいはい、あれよりもこう、ま、ピンクだったからさっきのは、うん、割と使いづらさはあったけど、これぐらいね、こうピンクとかみたいに派手な色が入ってなくて、ま、落ち着いた色の白ベースとかだったら、ま、より爽やかに使いやすく着こなせるんじゃないかなと思います。サイズ感は、まあ、L でこれだよね。そうですね、そうですね。俺らの身長だったら L 買っていい、買っていいよ、ね、のかなと思う。それでは次のアイテムいきましょう。せーの、じゃーん、こちらでーす。はい、続いてはね、レイジブルーの柄シャツです。はい、レトロ総柄プリントレイオンシャツ、お値段4950円、サイズ展開が ML で L サイズを着用しています。今着用しているのが、ネイビーイエローベージュです。はい、びっくりベージュ、まあ、ベージュじゃなくてオリーブかなって思ったら、多分おばさんの色かな。そう、おばさんがベージュだからベージュかなっていう。おばさんの色かな。まあ、いつもこんな感じでやり取りしてるんですけど僕と元気くんは、はい、古着屋さんでよく見る感じの柄シャツってイメージでは、これがそうね。古着のデザインが好きな人はこういうのチャレンジしてみてください。はい、ね、空張りはね、これだけじゃないですからね。はい、はい、はい、着替えましょう。せーの、じゃーん、こちらでーす。はい、ブラックとグリーン、まあ、こういうのも古着とかによくあるデザインある、めっちゃある。小物系を散らばらしたみたいなデザイン、うん、こちらも割とゆったりめで、まあ、僕たち L サイズ着てるんですけど、みんな L サイズでいいんじゃないかなって感じですね。袖は長め、ちょっとそうだね。だからまあ袖があんまり長いのが嫌とか、肩幅が狭い人は M をおすすめします。それでは次のアイテムいきましょう。せーの、じゃーん、こちらでーす。はい、続いてもレイジブルーですね。ボタニカル柄レイオンシャツ、お値段4950円、サイズ展開が SML で L サイズを着用しています。で、カラーがですね、パープル、ブラック。カラバリー外に差がすごいよね。これは本当に俺みたいにこう結構渋めな柄とは対照的に、パープルだともうパキッとした目立つ色、うん、その絡まりによってまあ好きなテイストのものを選べばいいのかなという感じです。で、素材感はこうしっとりした素材感。そうだね、レーヨンがね、主だったからね、うん、今日紹介してきた柄シャツの中では一番こうなんか優しい質感になってるんで、まあ、着心地はすごくいいと思います。それでは次のアイテムいきましょう。せーの、
じゃーん、こちらでーす。はい、続いては弊社純レッドのアイテムです。スプラッシュプリントビッグオープンカラーシスのお値段5940円、サイズ展開が SML で L サイズを除去しています。カラーが、チャコールグレーとグリーン。はい、柄は入ってるけどそんなに主張が強くないんで割と取り入れやすいアイテムかなと思います。そう、ね、サイズ感はこれ L でしょ。全然 L 買います。僕普段おすすめするときは俺らぐらいの身長だったら S でもいいかもしれないっすこんぐらいなんかあのストリートしてる人には L でもいいと思いますっていうかもしれない。はい、続いてのアイテムいきましょう。せーの、じゃーん、こちらでーす。はい、続いても弊社純レッドでございます。ジオメトリックオープンカラーシスの値段5940円、サイズ展開が SML で L サイズを着用しています。でカラー展開が、パープルケースのタとチャコールグレー。まずね、一部の注意点はね、買うとき色ちょっと間違えないようにしてください。ちょ見分けがつきづらいんで店員の僕たちでさえもちょっと危うくなるときがあります。サイズ感もこっちも僕たちぐらいの身長だったら S でもいいんじゃないか、 M を着させるみたいな感じかな。僕は L 買います。それでは次のアイテムいきましょう。せーの、じゃーん、こちらです。はい、続いても純レッドです。ヴィンテージアラベスクプリントルーズシャツ、これなら6930円、サイズ展開が SML で L サイズ着用です。ブラックケースのタとグリーンを着用しています。はい、好きですありがとうございます、すごい好き、はい、かわいいわこの柄。なんか柄がちょっとね青とオレンジで、そうだね、今の気分です。僕の気分、はい、さっきまでの不規則な柄とは違って今度は丸の柄がちょっと規則的に並んでるみたいな、うん、サイズ感はちょっとさっきよりも肩周りがちょっとゆるっとしてる感じですね。俺これだったら俺 M かな、はい、同じブランドの中でも柄シャツでサイズ感が全然違うからしっかり着丈とか肩幅見て購入ご検討してください。はい、次のアイテムいきましょう。せーの、じゃーん、こちらです。はい、ラストはディスコート。はい、リーフ柄ビッグ CPO シャツのお値段5390円、サイズ展開が ML で M サイズを着用しています。で、ライトグレーとチャコールグレー、うん、なんかアロハシャツっぽい感じなんだけど久しぶりに CPO ってことが聞いた。ほんまやポケットがほらついてるよ2つ。そうなんです、ガラシャツで CPO めちゃくちゃ珍しいっしょ、うん、こちら M サイズを着用してるんですけどちょっと腕のところがさっきの純レッドとか他のブランドとかに比べてちょっと短いかなって感じなんで僕だったら L サイズとかを買おうかなと思いますね。肩がね、そうほぼぴったりなんだよね、俺の場合、うん、ちょっと俺も L サイズ欲しいなと思っちゃう、うん、筋肉質だったり肩幅広めの人はね、ぜひ L サイズ買ってみてください。はーい、はい、というわけで今日は ZOZO で買える2022SS ガラシャツ大集合でした。いかがだったでしょう。はい、例によって各自お気に入りのガラシャツを着ています。じゃあまずユッキーから。はい、まあいろんな柄シャツあってもうめちゃくちゃ迷いました。キャスパーのオレンジの柄シャツと、はい、レイジブルーの、あのイエロー、うん、マスタードみたいなやつ、はいはいはい、迷ってて、なんか仮に置かれて純レッドにしました。まあ冗談ですこれは。はい、まあその暗めのベースでなんか入ってる色味が僕の好きな色、青とかオレンジとか結構原色系が入っていて暗いのにこなれ感が出るっていう、でしかも取り入れやすいから暗めなんで、そういうところがおすすめできるし自分も着たいしっていうのでこの柄シャツを選びました。で、続いてのキャスバージョンですね。いやー、ほんと無地に見えるでしょ柄なんですよっていう、このね、ほんとさりげなさがたまらなく渋う思うて、はいはいはい、ガラスにちょっと抵抗ある人なんかは一番最初に本当に無地に近い感覚で使えるシャツだなと思ってこれを選ばせていただきました。はい、ということで僕はこちらのキャスバージョン選びました。まあ僕が選んだ理由なんですけど、まあ割と夏ってシンプルになっちゃうんですよね、コーデが。そういう時になんかパッて羽織ってもしっかり決まる、そんな感じのアイテムだと思うので選ばさせていただきました。ガラシャツ今年初めて着るよみたいな人は俺とか K みたいなやつを入れてみて、でガラシャツもういっぱい持ってるからちょっと素材とかで遊びたいっていう人は元気くんのを選んでもらえれば差別化できるんじゃないかなと思います。今日紹介したアイテム全て概要欄の方に貼ってあるんでぜひチェックしてみてください。というわけでこのチャンネルではトレンドやおすすめのアイテムなどを紹介していきますので、チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。
僕たちの SNS 概要欄の方に貼ってあるので、ぜひフォローしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ガチャ、いってらっしゃい。